はい、どうもサッカー2です。パワープロ2016続きやっていきたいと思います。前回ジャイアンツと戦ったところで終わりましたので、シーズン最後までやっていこうと思います。飛ばしていこうと思います。はい、ではオフシーズンになりました。続けていきましょう。今回は、お、福留が入ったな。外野手。お、ゴールデングラブに小笠原、坂口。おお、やるね。おお、 FA での選手だけども、坂口が首位打者。もう一つのオリジナルチームのサムライズからは宮田が新人王だな。あれも新人でいいのかな。2年経ってんの。ああ、プロ出場の時間とか関係するのかな。試合出場数とか。お、最多安打に坂口が。まあまあ FA で取った選手なんでね。まあ入っても別に、あれかな。特別その、何も感情は出ないけども。さあ。うん。まあでもこれでね。他の選手が育ってたからイチローとか入ってくると思うんだよ。では契約更改いきましょう。今回もクビにする選手は多分いないと思うんで、パパッといきます。はい、ではコーチ契約とスカウト契約終わりました。コーチ契約こんな感じで、打撃コーチは威圧感がねついてるものがありましたので、そっちちょっと、選手に習得させていこうと思います。まあそんなにみんなつけられるわけではないけど、うん。です、スカウトはこんな感じですね。はい、はい、今回、杉内選手が引退しますので、投手コーチにしました。うん、まあ、杉内選手ってあのオリジナルの方の、野々村投手。今回ショートを取りたいな。一応杉内、コーチの能力見ていきます。あ、すごいね。本格派なんだ。本格派なんだね。技巧派とかじゃないんだ。なるほど。いいコーチだな。では、ドラフトいきましょう。また、早いな、指名順が。わあ、でもピッチャーがいいな。結構ざっと見ていきましょうか。これがなんかすごいらしいな。確かにすごいな。お、なんかすごいいいね。わあ、高校生でこんなすごいやついっぱいいんのか。ほう、ピッチャーがこれは豊作だな。では他の見てみようか。うわ、ショートでいいのいる。何この選手、取りてえな。うわ、すごい。あ、これは今年がすごいんだ。うわ、こいつもすごいな。なんていうの、早乙女なんていうんだこれ。早乙女だったら早いだろう、確か。うわー、どうしようこれ。どっち取りゃいいんだ。両打ちかっこいいしな。うわ、沖縄出身でこれいいな。前回出とってくれよこれ。取りたかったわこんな。なるほどな。全体的にレベル高いんだな。うわー、いいな。これもすごいな。どうしよう。あー、やっぱショート取ろうか。どっちか取ろう、ショート。久野っていう、久野かな、わかんないけど。ミートは B なんだな。でも B なのかな、本当に。こっちのがいいかな。
同じ大学生。でもこっち取りたいな。こっち取ろう。ああ取られた。やっぱ大学生、楽天に取られたね。まだ2位でこんなすごい選手いるの。ピッチャーも全然余ってんじゃん。お、野々村まだいる。長川も取ろうか。この選手、長川は長川取られてる。日本ハムか。うん、そこそこ取られてるな。やっぱこの人もいいな。22歳、社会人でも22歳なんだね。確かに先発もちょっと手薄っちゃ手薄だもんな。この人取るか。一応国内スカウトが投手部門専門なんで、おそらくスカウトの情報が投手に関しては正確なんだと思うんだけど、これもすごいな。名前がかっこいいね。稲見ね。漫画に出そうだな。どれにしようかな。キャッチャーはまあいるからな。あの選手取るか。稲見ねってやつ、あれかっこいいね。うん、この選手が一番コントロールがいいんだな。天野をその中継ぎにしようかな。うん、それかこの大学生の中継ぎ候補たちを取るかやね。この選手もいいな。天野と、うん、あのピッチャーがいればいいんだけど。やっぱ取られてるか。この選手中継ぎなんだな。この選手を取ろう。高校生にしては変化量あるし。他に残ってるピッチャーはやっぱちょっと出がらし的なのが多いかな。いないかな。アンダースローか。取っとくかな、一人ぐらい。で、野手取ろうか。ショート。社会人で22歳か。まあ、悪くはないんだけどね。外野手結構いるしな。内野を取るね、やっぱ。稲本。一番上にいたあいつにしよう。なんて名前だっけ。これ取ろう。これで終わりにしましょう。うん。日焼けすごいな、1位のやつ。まあなんか思ったのと違うけど、まあまあ稲見にまあそこそこの見栄えかな。今回はいいドラフトだったのかもしれない。1位次第だな。
お、青木だな。では、ルーキーの選手を見ていきましょうか。ドラフトで取った選手ね。一軍にはいないかな。ぐーっと回って、こちらよ。なんかガガラってやっちゃったな。はい。うん。素晴らしい。報告通りの。なんて名前なの？クノ。あ、クノなんだ。うわ、これもスタメンじゃないか、これ。チームの中で、イチローの次にミート力がある選手じゃないか。すごいね。高山みたいだろ。あ、次、この選手か。柳瀬。まあまあ、そこそこだな。次が、これ、稲葉関係ない。この選手は？あ、前のやつか。で、この選手。うん、まあ、これも報告通りかな。そんなに悪くないと思います。足が速い。パワーが上がったらかっこいいな。これいいね。収穫だね。久野。中島とかさ、川崎とか育てないといけないんだけど、まあその間の、いない時期とかもこの選手が支えられるかな。さあ次はピッチャーですね。この選手か。うん、この選手だ。まあまあまあ、いいんじゃないかな。社会人の選手ですね。うん、22歳なんだね。で、次が、どれだ？野々村。あ、これも報告通りだ。素晴らしい。これで高卒1年目。すごいね。前回の川又といい。あ、前回の川又は大学生か。へぇ。で、次が、この選手かな？この選手取った選手だ。ああ。まあ、そこそこだな。で、この選手取ったかな？この選手取ったわ。なるほどね。まあ、そんなに良くないね。で、この選手は浜岡。あ、取った選手だね、この選手も。ああ。まあまあ、いいんじゃないかな。で、次、この選手も取ったね。アンダースローのピッチャーですね。うん。そんな悪くはないと思う。これは？あ、今シーズン取ったか。なんか覚えないけど、まあいいんじゃないかな。なるほど。そこそこ良かったと思いますね。早乙女ってやつはどこ行ったんだ？早乙女じゃないな。なんていうの？ 5月なんたらみたいなやつ。いた。楽天か。はい。ああ、こいつもすごいんだな。報告通りだったんだ。こいつもいいな。まあでもいいや。では帰国選手交渉行ってみましょう。あ、違う、青木じゃねえや。大島か。あれ、もうすぐ戻ってくるのか。いや、まあでもいいですね。外野はもういるんで。さあ、ポスティングは、あ、菊池だ。お、なるほど。では FA 交渉行きましょう。外野無視しましょうか。涌井か、高いな。でも平田、森福、森福9000。あー、でもな、中継ぎ添えいないんだな。頼れるってこいつっていうやつがいないんだな。そういう意味では森福欲しいな。木戸頃、肘沢、大和、長谷川、大野、西村。西村高いな。1万すんのこれ。寺内、竹内かな。ピッチャーかな。やっぱ欲しいと言ったら岸田。なんで岸田選手がここにいるのかもわかんないけど。山井か。山井も高いな。こうなってくると森福1点掛けにしようが。うん、どんだけ出せるって言われても1万ぐらいかな。言っても
1万まず9円これつけて、1万9円で来てくれるかね。99円、19円、19番、19番空いてると思うから用意しますね。これ契約年数とか上げてもこれどうなんだろう、関係すんのかな。3年にしようか。これで来るか。末尾が田口の背番号、センタスか。いやーこれで来てよ、これで来い。来た、おお来たね。オッケー。まあ来たからといって多分順位上がんないと思うんだよね。 FA 保証で誰か取られないように願うしかないな。うわ片岡取られた、ごめんなさい。企画趣旨が企画の意図が、片岡取られちゃった。参ったなぁ、育てるべき選手取られちゃったよ。これ今度取り返さないといけないかな。それにしても片岡なんで取るんだよ。これ今度取り返そう、ちょっともったいない、せっかく作ったのに。では自由契約選手採用いきましょう。あ、また新井さんが、新井さんいいコーチになるから取っとこう。能見か、あ能見欲しい、安い能見。五十嵐高いな。藤川だ、藤川も高いな。いいコーチにならないのあるのかな、どっちだろう。外国人は基本取れないしな。こんなもんでいいかな。うん、これでいきましょうか。新井と能見、新井さんは代表入ったことあるよね。野球殿堂入り、杉内さん、うん、なるほどね。ダイエーソフトバンク、巨人、レジェンズ、えらい移籍したな。まあ、ダイエーとソフトバンクはあれですけど、名前が変わっただけで。すごいピッチャーだな、松坂世代だね。なるほど、社会人卒だよね確か。勝利が2年目で10勝いったんだ。その翌年に2勝になっちゃって、その2005年に18勝か。なるほどね、ちょこちょこ2桁勝利逃してんだな。巨人の最近はあんま活躍してないね。なるほど、では行きましょうか。さあ今回誰にしよう。では海外留学選手行きましょうか。はい、では今回留学させる選手は杉内投手と内海投手にしました。この2人は、年齢的にも20代後半に差し掛かるので、そろそろ行かせないと、手遅れになるというところで、そして、コントロールを上げるヨーロッパに行ってもらいます。ではいってらっしゃい。はい、では春季キャンプ行きましょう。はい、では練習設定が終わりました。ピッチャーの方は、特にはありません。はい、では野手の方はですね、小笠原選手を、サードに、移します。もうガッツと言ったらファーストかもしれないけど、うん、サードに変えます。そして村田選手をファーストに、コンバートさせます。
ちょっと怖かったんでね、試合をした時に。やっぱファーストにしてもらって、長打力があるので、それを生かしてもらって、でガッツには、サードで守備もやりながら、打撃力もという顔はないかな、うん、ないですね。じゃあ、行きましょう。うん、マハラが155キロ、早いな。うん、コンバート成功しましたね。オッケーオッケー。What? はい、ではオーダー設定を、しました。1番に一郎を置いて、2番に坂口、3番に福留、4番小笠原、5番村田、6番に、ルーキーの久能を入れました。7番に松井、8番に城島、9番に岩村、そこはあんま変わらないですね。はい、ではピッチャーはこんな感じになりました。エースが、松坂、そして真原、能見、田中、ダルビッシュを先発に持ってきました。黒田が、先発中継ぎという立場で、藤川、中継ぎがこの藤川、小松っていう、まあちょっと怪しいかなっていうところで、まあ、森福がね、なんとか粘ってくれればという、抑えでもいいんだけど抑えの適性がないという、そして、渡辺がね覚醒をしていたので、まあ、こんな能力になってますけど、本当渡辺森福頼みストレート遅いなっていうね、変則投法同士だよね。あとはこの藤川小松あたりが化けてくれるのを待つしかないかな。クローザーが 山口ですね。これはもうしょうがない、他にいない。はい、ではオープン戦は飛ばしていきます。 What?はい、では今回は開幕したところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは次回兄のゲーム実況パワープロ2016でお会いいたしましょう。さよなら。